さあ、今回は忘れた頃にやってくる企画動画だよ。忘れてたとか言っちゃったよこの人。ってなわけで、いつ募集したのかもわからない野球選手の独特なフォームを紹介していくよ。ちなみに、今回は投手のフォームを紹介していくよ。まああとは、チャンネル登録者が1000人到達した記念の動画にさせてもらうよ。圧倒的後付け感。じゃあ早速、解説始めていくよ。順番としては、昔の選手から紹介するよ。まず最初は、村田兆治選手のマサカリ投法だよ。マサカリ投法、左足を地面と水平に高く蹴り上げてから、大きく踏み込み、右腕を勢いよく振り下ろす、独特のオーバースローで、その動作が、マサカリを打ち下ろす様子に例えられたことで、マサカリ投法の異名を取ったものだよ。これは結構有名な投げ方かもな。ちなみに、村田選手がこの投げ方を確立させたのは入団して4年目で、引退するまでこのフォームを貫き通したそうだよ。まあその後も、今に至るまで全く同じフォームでの投球を披露しているよ。それで覚えている人もいるかもしれないな。ただ、この投げ方には欠点があって、画像にもあるように、持ったボールをまた下から出すような投球フォームだから、握りが見えて球種がバレる欠点があったんだよ。また、村田選手は捕手とのサイン交換をしないことで有名で、通算暴投数の日本記録保持者でもあるよ。ってなわけで、こんな感じで次々進めていくよ。次は、怪我によって投球フォームが徐々に変化していった投手だよ。西名時成、山陽高校から大倉工業に入社、その際に、直前に行ったトレーニングで、バーベルを上げた際に腰痛を発症。1年半はユニフォームを着ることができず、2年目にボールを握れるようになったと同時に、投球フォームがオーバースローからサイドスロー、腕が次第に下がっていってアンダースローにチェンジしたよ。このアンダースローに変更した後に入団したってことだろ？この時からアンダースローは重宝されてたんだな。ちなみに、西名選手が引退してロッテのコーチとして、同じアンダースロー投手だった、渡辺俊介を指導していたそうだよ。うぷ主の年代だと、渡辺選手の方が印象が強いかもな。でも渡辺選手の腕のしなりすごいな。アンダースローといっても、選手によって投げ方も微妙に違ってくるよ。ってなわけで次は、ある歌から取られた名前の投げ方だよ。UFO 投法、この投げ方をしていたのは、広島に在籍していた山内康之選手。右肘を高く上げる独特の投球フォームが、ピンクレディーの楽曲の UFO の振り付けに似ていたことから、UFO 投法のニックネームで親しまれたそうだよ。うぷ主にとっては、引退後のコーチのイメージが強くて、今は広島ローカルの番組や、試合中継の解説などを担当してるよ。カープの選手だけ独自の情報が入ってくるんだな。まあ実際に選手として見たことはないけど、投げ方がよく取り上げられてたから、こういった動画で紹介しておきたかったんだよ。こういった感じで、うぷ主が追加した投げ方もちょくちょく出てくるよ。なんかすでに予想できそう。さて次は、メジャーでも活躍した選手の投法だよ。メジャーのレッドソックスに在籍していた、岡島秀樹選手のノールック投法。見た通り、リリース時に下を向いて投げる特殊な投げ方だよ。え、こんな投げ方で本当にやっていたのか？うん、現に様々なコーチが、実務レベルで岡島の得意なフォームを強制、修正しようと取り組んだんだけど、結局フォームの改造は成功しなかったそうだよ。その結果、悪いコントロールの原因とされたフォームのまま、才能を伸ばす方針を取られたそうだよ。でもそのおかげで、ここまで長く活躍できたんだろうね。ちなみに、以前解説動画で紹介した福本選手はこの投法を、あっち向いてホイ投法やねと称したそうだよ。なんというか、福本選手らしい名付け方だな。さて次は、故障により得意な投球フォームになった選手だよ。日本ハムに在籍していた武田勝選手、左腕を上に上げた時に球を、一瞬持ち替えるような仕草を見せる変則的なスリークォーターから、平均で129キロの速球とスライダー、チェンジアップ、シュートを投げ分け、遅い球速を差し引ける配球で打者を打ち取るよ。アマチュア時代に、左肘を繰り返し故障したため、左肘は可動域がないほど、曲がっているが、武田自身は、まっすぐの握りでわざと手首を寝かすだけで、ボールは勝手にシュートしてくれる。ひねらなくてもいいんですよ、と前向きに捉えているそうだよ。つまり、怪我によって左肘が曲がったままで、腕をまっすぐにすることができない。だけど逆にそれを利用することによって、逆境を跳ねのけたんだよ。逆に、こういった変則的な投手だと相手バッターは打ちにくいだろうな。さて次は、あるメジャーリーガー投手の投げ方を参考にした投手たちだよ。広島に在籍していた長川勝弘選手、ノーラン・ライアンを真似たという、セットポジションから上げた足を、顎に当てる投球フォームから、最速153キロの QER ストレートと、代償2種類のフォークボールを投げるよ。いや、あんなに足って上がるものなのか？っていうかノーラン・ライアンってどんな選手だったんだ？
ライアン選手は、1966年から27年間活躍し、メジャーで通算324勝した投手だよ。確かに似てるな。でもこのライアンって選手の名前どこかで聞いたことがあるんだが。そりゃあ、和製ライアンの愛称で知られてる、小川康弘選手のことだろうね。小川選手もライアン選手を参考にしているし、小川選手の場合、小柄な体を活かすために、この投げ方を参考にして、威力のあるボールを投げているよ。投げ方は人それぞれあって、試行錯誤の末であったり、体の特徴であったり、そういった選手が、こういった投球フォームになるのかもね。さあ、次々行くよ。広島に在籍していた岩見正樹選手、テイクバックに特徴がある、独特のフォームから繰り出す、最速146キロのストレートに、決め球のチェンジアップ、スライダーを武器にし、コンスタントに140キロ台をマークする、クロスファイアを代名詞としているよ。一応投げ方としては、カマキリ投法、と言われてた気がするよ。いやまあカマキリのカマに似てる気がするけど、少し曖昧じゃないか？ウプ主も、この選手が入団した時に、個人的に期待してたんだけど、思ったような成績を残すことができなかったね。西武に在籍していた、小石弘隆選手の伝伝太鼓投法、小さいテイクバックから、ギリギリまで左腕を隠すことによって、ボールのリリースポイントを見えづらくした投球フォームが特徴で、西武への入団当初は、伝伝太鼓に例えられることもあったそうだよ。伝伝太鼓って、どんな投げ方か想像できないな。この選手も、ウプ主が気にしていた選手だったんだけど、この選手もあまり成績を残せなかったね。ちなみにこの選手が先発して、お立ち台に上がると川柳を披露するパフォーマンスがあったよ。あまり聞いた覚えがないけど。次は広島に在籍している市岡雄二選手、最速151キロの速球が持ち味の本格右腕で、他にもフォーク、カットボール、スライダー、カーブなど多種の変化球を持ち球としているよ。タイミングが取りにくく、ボールの出どころが見えづらい、独特な投球フォームをしており、中日の浅尾選手と同タイプの投手と言われているよ。2020年はあまり成績を残せなかったけど、持ってる能力は高いわずだから、今シーズンも期待している選手だよ。ウプ主って、選手を名前というより、変わったフォームで識別してる節があるよな。ってことで、次が最後だよ。最後は中日に在籍しているマルク選手、長身でグラブを大きく上げて、跳ねるように投げる、腕の出どころの見えづらいフォームが特徴。ただ、制球力とクイック投法に課題があるよ。見たところこの選手って育成選手か、番号が3桁に見えるが。育成ドラフト出身だけど、今は支配下契約されて、2020年には3試合に登板しているよ。ちなみに、バトルスタジアムっていう番組にも、中日代表として出場していたよ。画像を見てもわかるように、長身を生かした大きなフォームで投げ込んでくるよ。まあ、まだどんな投球を披露してくるのかわからないから、今後の活躍に注目しているよ。ってなわけで、今回はここまでにしておくよ。まあ、まだまだいそうだけどな。とりあえず今回はここまでだから、またあげるかもしれないよ。まあ次は、野手のバッティングフォームの解説だろうけど。それでは、ご視聴、ありがとうございました。